ヨーク競馬場、ヨーク競馬場、ヨーク競馬場、ヨークレースコースは、イギリスのノースヨークシャー州、ヨークにある競馬場である。イギリスで最も公平なレースができる、イギリス最高の競馬場と言われ、世界ランキング1位、2015年のインターナショナルステークスやヨーロッパ最高賞金の、ハンデセンイボアハンデキャなどが行われる。ヨーク競馬場がある場所は、ネイブスマイヤ、 ネーブスミアと言い,い、しばしばこれが、ヨーク競馬場の衣装として用いられる。ヨークでは、古代から競馬が行われた記録があるが、ネーブスミアでの競馬の確かな記録は1731年に、遡り、ヨーク競馬場はこれを公式な創設年と称している。ヨーク競馬場のある、ヨーク地方はイングランドでも、有数の競走馬の生産。 状況が盛んだった地域で、イングランドでは、競馬場の数が一番多い地方である。そのうちヨーク競馬場と近隣のドンカスター競馬場が、特に重要な競馬場だったが、ドンカスター競馬場は18世紀後半に、ドンカスターカップや、セントレジャーステークスといった大レースを創設し、にぎわっていったのに対し、ヨーク競馬場は、落ちぶれていった。19世紀の半ばに、 競馬番組の大改革が行われ、イボア・ハンデ・キャップ、ジム・クラック・ステークス、ヨークシャー・オークスなど今でも行われている大レースが相次いで始まり、イングランドを代表する競馬場の一つにのし上がった。とりわけ、1851年に行われたザ・フライング・ダッチ・マント・ボルティジュールのグレートマッチは、イギリス競馬史上最も有名なレースの一つとされている。 ヨーク競馬場の馬場は、イングランドの中でも幅が広く、カーブが少なく、道中は、ほぼ平らで、最後の直線走路も1キロメートルほど、5ハロンある。そのため公平なレースができて、イギリスではしばしば、最高の競馬場と称賛されている。イギリス王室とも縁が深いことから、王立競馬場である、アスコット競馬場に見立てて、北のアスコと呼ばれることもあり、逆に、 アスコット競馬場を南のヨークと称することもある。2006年には王室主催競馬のロイヤルアスコット開催がヨーク競馬場で行われた。1972年にタバコ大手企業のベンソンヘッジスをスポンサーに据えて創設したベンソンヘッジスゴールドカップは初年度からムハイバブリガディアジェラードとダービーは、ロベルトの対戦カーを実現し大変な話題を集めた。 エリザベス2世もこの対決を観戦にやってきたが国王がヨーク競馬場に来るのは339年ぶりだった。この大競争は1980年代にインターナショナルステークスと解消し2015年には国際競馬統括機関連盟による世界ランキングで1位と評価され世界一レベルが高いレースと公認された。ヨーク競馬場の創設以来馬帝系 C 型の2マイルの走路が用いられてきたが、ロイヤルアスコット開催を引き受けるのに、戦だって2マイル半のゴールドカップを行うため、2005年に改修工事を行って周回走路を新設した。2006年以降は一周、約2マイルの周回路に3本の引き込み線があるという形状になっている。競馬発祥国のイギリスでは、伝統的に自然の地形のままで、 競馬場が作られているため、多くの競馬場は、歪な形で、カーブが多く、激しい起伏や勾配がある。とりわけダービーを開催するエプソム競馬場は最も、奇抜なコースで、最大130フィート、約40メートルもの高低差に急カーブの連続。おまけに、最後の直線は傾いており、不公平で危険な競馬場だと言われている。これらに比べると、ヨーク競馬場の走路は、 最後の直線がわずかに上っている以外は全く平らで最長2マイルのレースをやっても途中に2回しか株がなく幅も広い。すべての競争馬が能力を正しく発揮することができ、公正な競馬ができる最良の競馬場だと評されている。アメリカではヨーク競馬場が平坦であること、左回りであることからヨークで構想した馬が アメリカやカナダの競馬にも適性があると見る向きもある。実際には北米でもかなり長い直線走路を持つウッドバイン競馬場ですら、ヨーク競馬場の半分ほどしか直線の長さがないのだが、ヨーク競馬場はイギリスの中でもレベルが高いとも見られていて、ヨーク競馬場のリステッド級のレースで構想したぐらいのものをアメリカへ連れて行くと大活躍するということが時々起きる。 左回り、平坦コースという観点で、日本の東京競馬場に似ているというものもいる。東京競馬場のジャパンカップでは、ヨーク競馬場での高層馬が、しばしば招待されている。1984年の2着は、ベッドタイム、1986年の優勝馬、ジュピターアイランドなどのほか、ゴールドアイボリー、ムーンマトネス、アルワウシュ、テリモン、ベルメッツ、ユーザーフレンドリー、 ピュアグレイン、シングスピール、ストーミングホーム、ウォーサン、パワーズコート、ジョシュアツリー、イズリントン、シックスティーズアイコンなどが、ジャパンカップ招待前に、ヨーク競馬場の大レースで構想した実績がある。この他、日本で、種ボバとして成功したダイハード、パーソロン、プリメラは、イボアハンデのカチューマで、2015年には、日本馬グレートジャーニーの3区が、 ヨーク競馬場のロンズレールカップを制している。イギリスの競馬はもともと自然の,野の山に設けた走路で行っており、観客の基人は馬場から庶民は地べたで観戦していた。ヨーク競馬場では1753年に基人用の観客席を作ろうという計画が持ち上がり、2台、ロッキンガム公爵が1250ポンドを拠出して建設することになった。 ジョンカーという建築家の設計によって一年がかりで観戦スタンドが完成した。レイスコースアーキテクチャによればこれは競馬場の観戦スタンドとしてはイギリス史上初であるばかりでなく近代建築で建てられたスポーツ観戦施設としては世界初のものだった。これ以降この観客席を手本にイギリス各地の競馬場にスタンドが建てられていきジョンカーもそのいくつかを手掛けた。 当時のジョンカースタンドは増改築を行いながら今も使いれている。競馬場ではその後も次々と観客席を増やしており、第一次世界大戦後の復興を行ったジェームズ・メルローズ、ジェームズ・メルローズの名を冠したエドワードチョースタイルのメルローズスタンド、199年完成やネーブスミアスタンド、1996年完成、リボアスタンド、 2003年完成などが追加されている。初めて競馬場にカラーテレビを整備した競馬場でもある。一方、競馬場はもともとウーズ川、ガンの湿地に作られたため、排水に難がある。2006年にロイヤルアスコット開催をやった後、2年がかりで排水の改良工事を行った。毎年8月のイボア開催は、 ヨーク競馬場で一年一番大きな開催で2008年のイボア開催に合わせて改修を行い日程を拡大して大掛かりなリニューアル開催を予定していたところがその直前の大雨でウーズ川が氾濫ヨーク市内で洪水となり競馬場も冠水して競馬開催が中止になったこのため2008年夏のヨーク競馬場のレースは中止や 別の競馬場で行われたものある。19世紀には障害レースが行われた時期もあるが、今は平地競争のみをやっている。最大の開催は8月のイボア開催、イボアフェスティバルで、これに次ぐのが5月のダンテ開催である。このほか、6月、7月、9月、10月に競馬開催日がある。ダンテフェスティバル、ダンテフェスティバルは、 例年5月に行われる3日間の開催である。6月初旬のダービーステークスの有力な前哨戦の一つであるダンテステークスのほか、ムシドラステークス、ヨークシャーカップなどが行われる。7月開催で特に有名なのはジョンスミスズカップである。これはビール醸造メーカーのがスポンサーになって行われるもので、当日の全レースがジョンスミスズの名を冠して行われる。 ジョン・スミスズは、ヨーク競馬場に近いタドカスターの醸造会社で、マグネットビールのブランドでも知られている。同社は、グランドナショナルのスポンサーをしていた時期もある。ジョン・スミスズカップは1960年の創設時から1997年まで、マグネットカップの名で行われてきた。これは、イギリスの平地競馬では初めてスポンサー名を、レース名に使った競争だった。 同社は1990年代の CM が当たって、イギリス16位から1997年に4位のブランドに成長した。翌1998年からレース名がマグネットカップからジョン・スミスズカップに改称した。2015年も行われており、一社によるスポンサー競争としてはイギリスで一番長く続いているレースでもある。 1984年のジャパンカップでカツラギエースに、次ぐ2着に入った、ベッドタイムは、マグネトカップの優勝馬だった。ハンデ戦なのでグループ格付けを受けていないが、2015年の、賞金は15万ポンドで、ヨーク競馬場の G2 戦と同額である。イボアフェスティバル、イーブアフェスティバル、イボア開催は、例年8月に行われ、ヨーク競馬場で最も有名な開催である。 この開催では、インターナショナルステークス、ヨークシャーオークス、ナンソープステークスの三つの G1 競争などが行われる。ジョージ六世のヨークの歴史は、イングランドの歴史であるという言葉に象徴されるように、ヨークにはイギリス史が凝縮されている。ヨークは古代ローマ時代にウーズ川のアに剣とされた城塞都市である。先住民を追い払って征服したローマ人は、 ブリタニアを南北二つに分割し、南の上ブリタニア州の州都をロンデニウム、ロンドン、北の下ブリタニア州の州都をヨークに置いた。エボラクムの古源には諸説あるが、エボラ、毒屋の材料になる一位のこと、クム、場所とするのが一般的である。ヨーク競馬場のイボア開催やイボアハンデのイボアは、エボラクムのイーブはマイナスを、 英語風に発音したものである。エボラクムは北のカレドニア、スコットランドの古名の異民族に備えるための最前線基地でローマ軍団が駐屯していた。5世紀の初めにゲルマン民族の大移動の影響でローマが衰退してローマ人が去ると代わってイングランドにやってきたのがアングル人やサクソン人である。彼らはいくつかの王国を作り、 七王国時代と呼ばれる中世の戦国期に入った。ヨークはノーサンブリア王国の王都になった。しかしやがてバイキング、デーン人が侵入して、これらの王国も衰え。十一世紀に入ると、今度はノルマン人がやってきて、王位を奪い、全土を制圧したノルマンコンクエスト。王はイングランドを強化するにあたり、北にヨーク大聖堂、南にカンタベリー大聖堂を置き、 全土を2分して治めさせた。ヨークは支配者が変わるたびに町の呼び名が変わっていった。エボラクムはサクソン風にエオフォビークとなり、その後デン風のヨルビークとなり、ノルマン風のヨークに落ち着いた。15世紀のバラ戦争では白バラのヨーク家の中心地となった。イギリス王室では伝統的に第二王子がヨーク公、デューク・オブ・ヨークを名乗ることになっており、 政治、宗教、軍事、文化、商業の観点でヨークは長い間、イギリス第二の都市だった。近代に入ると、産業革命によって各地に、新興都市が発展し、ヨークは第二の都市の座を失い、こととなっていった。208年には、ローマ皇帝、セプティミウス・セヴェルスが、エボラクムを訪れ、今の競馬場のあたりで、競馬、戦車戦競技を開催した。 この史実をもってイギリス競馬の発祥の地とする歴史家もいる。16世紀頃から現代競馬に直接つながるヨークでの競馬開催の記録が参見されるが、それらはヨーク近くの別の場所で行われていた。16世紀の歴史家、ウィリアム・カムデンはの中でヨークの競馬に言及している。これによると、ヨークの北の森に古くからの常設の競馬場があり、 いつも大観衆を集めて巨大な賭けが行われていた。当時は競馬の商品は銀の鈴が定番だった。17世紀には1633年にチャールズ一世がヨークを訪れ、エーコムイアの競馬に臨席したという記録がある。しかし、この後イギリスでは新京都革命があり、競馬を堕落、悪徳とみなしたピューリタンは、 イギリス中の競馬場や牧場を破壊して回った。オリバー・クロムウェルも軍を率いて、チャールズ一世の王立牧場を徹底的に略奪して回り、名馬をすべて自分のものにしてしまった。革命後、ピューリタンはイギリス全土に競馬禁止令を出したが、これは実際には全く守られなかった。王政復古後、各地で競馬が再興されたが、チャールズ二世と側近たちが、 フランス亡命時代に獲得した馬術の知見によって再考された競馬は革命前よりも飛躍的に進化したとされている。その一つが競馬の共通規則が制定、全土に交付されたことで、しばしばこれをもって近代競馬の始まりとする。ヨークで初めてこれが実施されたのは1七百九年九月二十一日で、この日のレースのために当時のは自費でウー渦川に石橋をかけ、 スタート地点や標識を整備した。アン・ジョーはこのレースに100ポンドの価値がある金牌を貸しした。国王から100ポンドの商品、賞金が出るレースを王室競争、ロイヤルプレートやクイーンズプレート、キングスプレートなどと呼ぶが、当時はこれが与えられる競馬場はイギリス全土11カ所に限られていた。これ以来、このヨークの競馬は毎年行われ、 1711年には、アン女王の馬が、ヨークの競馬に、出走。1713年には、女王が競馬場に臨席した。翌1714年の開催では、当時はまだごく高貴な人物だけに限られていた馬車が、少なくとも156台も集まった。この年には、女王の馬が賞金40ポンドのレースで優勝したが、レースの翌日に女王が崩御したため、 勝利のニュースは女王に届かなかった。これらの競馬は、よクの町の北側のウズバ周辺の土地で行われていた。時期や事情は、様々な遺説があって定まらないが、1731年に、町の南側のネーブスミアで、競馬が行われた、ということは、はっきりしている。1730年以前にもネーブスミアで、競馬が行われていたとか、従前の開催地は、 地主と揉めて開催できなくなったとか、1730年のウーズ川の氾濫で以前の場所が使えくなったとか、当時の文献も情報が錯綜しており、正確な事情は分かっていない。いずれにせよ、1731年を境に、町の北側の競馬は行われなくなり、今のヨーク競馬場があるネーブスミアで競馬を行われることになった。ネーブスミアは、 ヨークの南側の渦川沿いに広がる湿地だった。古代にはこの辺りまで海と繋がった水域か、低湿地帯だった、ともされている。ネイブスマイアは、ネイブス、ミレイコール、貧しい牛飼いが牛を放牧する湿地というような語源を持つとされている。かつて、ヨークとロンドンを結ぶ街道があり、その街道はこのネイブスミアを通っていた。ヨークで罪を犯して、逃げようとしても、 この沼地でもたもたしている間に捕まってしまう場所で、中世から罪人の公開処刑や卓刑が行われる場所だった、されている。ネーブスミア競馬の開催初日は1731年8月16日である。ヨーク競馬はこの時以来ずっと8月がメイン開催だが、それはヨーク州の巡回裁判がヨークでは8月に行われるからである。 裁判で死刑になった罪人が引き出され、最初にレースの前に公死刑が見せ物として行われる。これは多くの競馬場で19世紀まで行われていた慣習で観客を引きつける重要なイベントの一つだった。公死刑の場所は今の2マイルコースのスタート地点にあり、三本足の貧馬と呼ばれる三本の流木に板を渡して作った台の上で行われていた。巡回判事。 町の名詞、そして大観衆の前で三人の強盗犯の公式刑が行われ、それが済むと、キングスプレーと競争がスタートするのだった。ヨーク競馬場で公開処刑された罪人の中で一番有名なのがで、ある。ターピンは、ロンドンとヨークを結ぶ街道を荒らし回り、十年近くに渡って、あちこちで殺人、強盗、馬泥棒を繰り返していた犯罪者である。 ターピンの公開処刑は1739年に行われた。ターピンは数々の小説、戯曲、絵画の題材になった。競馬場での公主刑は1801年まで続いたが、それ以降は刑場が別の場所になったために、競馬場では行われなくなった。詳細は参照。1804年8月25日に、ヨーク競馬場に10万人の観客を集めて、 行われたマッチレースは史上最も有名なレースの一つとされている。マッチレースに乗る一方の当事者はアリシア・ソントン夫人といい22歳の美しい女性である。女が本物の競馬場でマッチレースをやるという話はイギリス中の関心を集め8月25日のレース当日には10万人が押し寄せた。 ジムクラックやエクリプスが走った時の10倍もの観客だったという。あまりにも観客が多かったので急遽、第六景気兵隊が召集されて警備に当てられた。観客の賭けの総額は20万ポンドに膨れ上がり、事前の思想で夫人が完全な全力疾走をさせることができることがかると、夫人の方が人気になった。ソう、オントン夫人の対戦相手は、ウィリアム・フリント大尉といい。 夫人の姉の夫、義理の兄である。二人は、普段から一緒に馬に乗って漁に出かける、間柄だったが、ある時どちらの馬が速いかをめぐって、言い,い争いになり、それでは競争してみようということになった。二回対戦して二回とも、ソ騒ン・トン夫人が勝った。フリント隊員は、ちゃんとした、競馬場で金をかけて勝負しようと言った。フリント隊衣は、騒ントン夫人がおじけづくと踏んでいたが、 ソーントン夫人は、その勝負を受け、ヨーク競馬場の2マイルコースで争うことになったのだった。スタート地点に現れたソーントン夫人は、ヒョウ柄と黄色の乗馬服に青い袖のシャツを着て、帽子も青で揃えた、艶やかな姿で、競馬場の観客を魅了した。これに対して、フリント隊は、全身真っ白の冴えない格好だった。土壇場になって、フリント隊は、 ソーオントン夫人に貴婦人向きの横乗りで乗るように要求した。それだと気球で出鞭を扱えなくなるが、ソーオントン夫人は要求を受け入れてその場で横乗り用の蔵に付け替えて勝負に臨んだ。スタートするとソーオントン夫人が先行し、残り1マイルのあたりでフリント隊員が仕掛けて先へ出た。ソーオントン夫人が自分の馬を追い出そうとした途端、蔵が外れて、 人馬もに転倒した。フリント隊員は落馬した夫人を助けようともせずに、ゴールして勝負に勝った。夫人の方は怪我もなく、心配して駆けつけた観客にジョークを飛ばして笑わせた。このレースの数日後、ソーウントン夫人は、何者かが横乗り用の蔵に細工をしていたこと、スタート間際になって急に、フリント隊員が横乗りを要求したことは不当だと言って、新聞に訴え、 再選を申し込んだ。フリント単位の方は逆に、ソーントン夫妻が負けたのに賭け金を払わないと言って、訴えた。単位の言い分では、事前に取り決めた賭け金は1500ポンドだったと主張し、ソーントン夫人の夫が500ポンドしか支払わず、残りの1000ポンドが未払いだと言った。ソーントン氏は、1500ポンドというのは観客を集めるために吹調しただけで、 実際は500ポンドの約束だったと主張した。ソーントン氏は1500ポンドもの大金をかけるわけがないだろう。冗談に決まってるだろうと言ったが、これは世間の品縮を買った。結局両者の再戦は実現しなかったが、代わりにブロムフォード氏という男性がソーントン夫人と勝負したいと現れた。ブロムフォード氏の出した条件は2マイルの2回戦で、 一層目と二層目は別の馬に乗るというものだった。ソ層ントン夫人がこの勝負を受け、1805年の夏に、ヨーク競馬場で再び、ソ層ントン夫人のマッチレースが実現した。かけられたのは全部で、金貨1100枚と、フランスワインの大ダル4つ、金貨2000枚相当の値打ちがあるだった。前年同様の大観衆が集まった。スタートの直前になって、 ブロムフォード氏は尻込みして、騎乗を取りやめた。ソー・オントン夫人は一等で二マイルを完走し、一戦目に勝った。ブロムフォード氏は二戦目の騎手に代役を立てたが、ブロムフォード氏が連れてきた騎手はと言い,い、19世紀のイギリス最高の騎手である。バックル騎手はイギリスのクラシックレースを27勝し、この記録は150年以上破られなかったという。 人物で、ソーントン夫人のマッチレースに臨んだ時点で、すでにダービー3勝を上げていた。ソーントン夫人は、この恐るべき対戦相手にもひるまず、レースに臨んだ。この年も夫人は、横乗りで帰場し、ゴール前では2頭が並んで叩き合いになり、首の上げ下げでゴールした。判定は、短手差で、ソーントン夫人の勝利だった。当時の新聞、ダイムズは、公式競馬での女性の勝利は、 史上初で完璧な機場とともに永久に語り継がれるだろうと報じた。女性機種の公式戦での勝利記録は1943年まで、ソーントン夫人が唯一のものだった。ただし、このレースでバックル機種は夫人よりも約2 2ラム、重かったことを付け加えておく。しかしレースの後には不名誉な逸話が残っている。観客に囲まれて、 勝利にはく夫妻の前に、フリント大尉が現れ、ンポ本ドを払えと迫った。ソーントン氏は、二べもなく断ったが、フリント大尉は、公衆と夫人の面前で、ソーントン氏を口にたなく罵っした上、持っていた鞭で、ソーントン氏を撃った。フリント氏はその場にいた、ヨーク市長の命で侮辱罪と傷害罪で逮捕され、獄中で自殺した。ソーントン氏は後に夫人を残したまま、フランスへ渡り、 愛人を作って二度と帰ってこなかった。しかも愛人に全財産を譲ると遺言して死んだため、夫人には何も残されなかったという。こうした話題のある競馬場ではあったが、ヨーク競馬場は次第に人気も評判も落ちていった。ヨーク競馬場ができた頃からすでにイギリスでは競馬専門誌が刊行されていて、全国のレース結果を掲載していたが、 ヨーク競馬の結果はこれには掲載されなかった。同市では、賞金10ポンド以下のレースは掲載しないという決まりがあったので、ヨーク競馬場の賞金はそれ以下だったのだろうと考えられている。イギリスではたびたび競馬の賞金の最低額を定める条例が定められていて、1740年には最低50ポンドと決められていたが、これを下回っていたものと考えられている。 18世紀後半には、お隣のドンカスター競馬場で、ドンカスターカップや、セントレジャーなどの高額大競争が行われるようになって、大変な賑わいだったのにし、ヨーク競馬場では、いつまでも、旧時代的な何マイルもの長距離戦で、重い負担のレースばかり、しかも何回戦も行う、ヒート競争で、しかも賞金が低かった。当時は競争馬が競馬場から競馬場へ移動するのも、 徒歩だったから、消耗の大きなレースは敬遠されていった。19世紀に入ると、さらに、ヨーク競馬場の価値は落ちていった。1840年代には、ダービーの一着賞金は5000ポンドに届く、勢いだったのに、ヨーク競馬場では未だに一着100ポンドの、キングスプレートが、目玉レースというありさまだった。ある年の開催では2日間で4レースしかなく、 やってきた競争場は全部で9頭しかいないという惨状に、当時の専門誌には落ちぶれたヨーク競馬が行われたが、特に書くことはないとまで酷評された。1751年に始まったという競争があり、サブスクリプションというのは登録を意味し、たくさんの登録場から集めた登録料を売りにした例のはずだったのだが、1830年頃には、 完全に全時代的な思考条件になっていて、登録馬が2、3頭しかいなかった。専門誌には、グレートどこがサブスプリクション登録馬どこに、当馬がもうやめたらとか、主催者は観客に謝るべきだなどと書かれている。あるレースでは出走馬が2頭だけで、1頭が途中で走るのをやめてしまい、それで決着がついたというものもあった。 競争バセリの最大手の創業一族の一人は、実著の中で毎年の各競馬場の様子を象述しているが、1840年には、ヨーク競馬場については割愛するとだ。夏季、翌年からは、ヨーク競馬場には言及すらしなかった。競馬場では新たに、ジョン・ウォートンというヨークの商人を招聘し、改革を任せることにした。 オートンはイギリス各地の競馬場の運営に携わった実績があるとともに詳細に長けた人物だった。オートンはまず以前から行われていたクレートヨークシャーステークスという名前の賞ーレースをクラシックスタイルに変更した。ダービーステークスやセントレジャーと同じようにレースの2年前からクラシック登録料を取って馬を集め、これに競馬場の基金からも 賞金を拠出する方式に変えた。このレースは3歳馬用で、負担重量も、ダービーと同じ。距離は、セントレジャーとほぼ同じ位置。マイル、試行時期は、セントレジャーの数週間前の8月に行うこととした。当時は歩いて、競馬場を移動していたから、セントレジャーを開催するドンカスター競馬場に近い、ヨーク競馬場で行う。このレースは、時期も距離も、負担重量も、ぴったりだった。 わずか2年前の、このレースでは数頭しか集まらずに、賞金総額60ポンドだったのに、この改革によって140頭の登録馬が集まり、賞金は1500ポンドほどにまで跳ね上がった。改革1年目の1843年のレースで2着に、北、ナットウィズという馬が、翌月のセントレジャーに勝った。もう一つの目玉がイボアハンデの創設で、これは、 初めての全国規模のハンデ戦となり、高い賞金に惹かれて54頭以上の登録馬を集めた。が、そのうち39頭は出走を取りやめた。出走馬が減ったのは、アリス・ホーソン、アリス・ホーソンという牝馬が出走すると言ったからである。アリス・ホーソンはすでに飼っている強い馬で6 0ラムのハンデでも出走してきた。しかし結果的には、アリス・ホーソンは、敗れ。 50kg の金量で勝った馬が、賞金の650ポンド余りを獲得し、ハンデ戦ならではの魅力が宣伝される格好になった。アリス・ホーソンは後に、ダービー馬で、種ボバチャンピオンのを生んでいる。ジョージ・タタ・ソウルは1844年に、ヨークに、輝きが復活した1845年には、昨年をさらに大きく上回ったと評している。オートンはこの後もなく死んでしまったが、 ヨーク競馬場ではすぐにジムクラックステークスやヨークシャーオークスを新設して、ますます人気となり、イングランドを代表する人気競馬場となった。特に1851年のボルティジュール対ザ・フライング・ダッチマンのグレートマッチはイギリス競馬史上最も有名なレースとまで言われるモノデリ、ヨーク競馬場の名声を決定づけた。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。